こんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、9月のお気に入り紹介していきたいなと思います。まあ、今月は秋コスメたくさん買ったんですけど、その中から結構厳選してマジでいいと思うものだけを集めたので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。はい、ということで紹介していきたいなと思うんですけれども、一個だけ愚痴っていい？愚痴らせてくれ。もう今夜中の12時なんですけど、夕方にね、私はこのお気に入りの動画を撮影したんですよ。で、夜ご飯食べに行く約束があったので、撮影し終わって動画を編集者さんに送ろうと思って、あのパソコンを開いたんですね。そしたらなんかよくわかんない、初めて聞いたわ、RSV ファイルとかいうなんかよくわからないファイルに変換されてしまい、動画が開かないんですよ。だから私、お気に入り1回全部ちゃんと撮ったの、撮ったんだよ、撮ったのにファイルが変な形で保存されてしまい、どう頑張っても復元ソフトとか使っても開けないの。だからこれテイク2、2回目です。おお。でもね、今美味しいお寿司食べに行ってきたんだ。だからもう頑張る、お寿司食べて贅沢したし、私今から撮影頑張るから、みんな応援して、1回目のテンションで撮っていくからよろしく。マジ泣きそう。もうなんか YouTube 始めた当初思い出したわ、よくこんなことでも発狂してたなって思ったけど、久々にマジ発狂しそうだった。はい、ということで気を取り直してやっていきたいなと思います。ということで今月のお気に入り、まずスキンケア、洗顔ですね、こちらからいきたいと思います。まあ2回目なんですけれども、はい、こちらエカトのホワイトスパウォッシュ洗顔なんですけれども、これね、エカトってなんか炭酸パックが有名で、混ぜて炭酸パック作って、こうやって塗ってで30分ぐらいかな、置いて剥がすみたいな、炭酸パック有名なブランドなんですけど、めんどくさいじゃん、30分も置いたりとかするの。これはね、その炭酸パックと同じことがこの泡洗顔でできちゃうみたいなやつなんですよ。すっごい濃密な泡で、めちゃくちゃキメの細かい泡なんですけど、これをまあ朝洗顔するときに1分間ぐらい顔の上に置いとくんですよ。そうするとなんかね、毛穴とかがこうキュッと引き締まって、で顔もね明るくトーンアップするし、しかもこうじんわりあったかくなって血行が良くなって、なんかむくみとかも取れて、すごいスッキリするみたいな、そんな洗顔で、最近朝はねこの洗顔をずっと使っておりました。めちゃくちゃいいの。すっごいスッキリするし、メイクのりも良くなるし、朝はこれで炭酸パックしてから、まあ、いつも通りビーアイドルの朝用パックしてみたいな感じで最近メイクしてんねんけど、すっごい綺麗にメイクが乗るし、やっぱ土台をねトーンアップさせておくってすごい大事なので、これ最近めちゃくちゃ気に入って毎日朝使っています。お気に入りの洗顔で、ここからメイク用品いきたいと思うんですけど、今月はねなんか秋コスメいっぱい買ったじゃないですか。そう、秋コスメ正直レビューっていう動画出したんですけど、なんかそれでいろいろ買って試したんですけど、いろいろ買いすぎてどれもすごい良かったんだけど、その中から結構厳選したものがお気に入りに入ってるっていう感じなので、あれ見て多すぎて、あ、お買い物悩むなって思った人、もうこれが一押しなので、今日紹介するもん買っておいたら間違いないと思います。ではまず1つ目、こちら。もう毎日この下地使ってたコスメデコルテのフローレススキングローライザーです。なんか SPF とかはね20とか PA2 プラスとかでそんなに強くないので、日焼け止めは必須なんですけど、出してみるとこんな感じで、すごい伸びのいい、まあ、ちょっとピンクベージュ系の下地になってます。まあ、こんな感じで私は頬全体にのせてたんですけど、この下地はねなんか誰にでもおすすめできるっていう感じで、すっごい使いやすいです。程よいツヤを与えてくれるのと、しっかりトーンアップさせてくれるのと、色ムラとかもカバーしてくれつつ、あとなんかそんなにねツヤも強すぎなくて、ツヤがテカリに見えちゃう人とかにもすごくおすすめだし、あとメイク崩れも本当に気にならないし、なんか肌も綺麗に見えるし、ベタベタしなくて割とサラッと使えるから、その皮脂テカリ的なのも気にならないから、まあポール&ジョーとかクレドポーとかって私結構誰にでも勧められる下地でいいなって思うんですけど、これもねそういう感じ、なんか誰が使ってもいいっていうような、そんな下地になってます。めちゃくちゃ綺麗になる。しかもね、どのファンデーションと合わせても割と調子が良かったから、なんか最近下地新しいの買い替えたいなって思ってる人、このコスデコのやつ、まあ値段もねデパコスの割にお手頃なので、すごくおすすめだなと思って、もう今月マジでこればっかり使ってた。今月ねベース結構固定なんですよ。
これとファンデーションがこちら、もう絶対出てくると思ったよ。もうこれ大好きでめっちゃ使ってるんだけど、資生堂のエッセンススキングローファンデーションで、私はね最近ちょっと暗めを使うので220番使ってる SPF30 の PA3+、 意外と日焼け止めも入ってます。もうこれはねファンデーションじゃないよ、美容液っていうぐらいすっごい伸びのいいトロトロのファンデーションです。最近もう毎日これ使ってる。まあなんかめっちゃカバー力とか求める人とかはもしかしたらちょっと物足りないって思うかもしれないんですけど、なんかねファンデーションでねカバーしまくる時代はもう終わりじゃないっていう、なんかそんな感じ。とにかく塗り心地がめっちゃいいのと、仕上がりの肌がめっちゃ綺麗なのと、あともう本当に肌がね日中しっかりケアできるっていうのも、このファンデーションは上半期にもうあらゆるベスコスの1位を総なめしてた資生堂のオイデルミンっていう化粧水があんねんけど、その化粧水の成分が入ってたりとか、あとナイアシンアミドが入ってたりとかで、美容成分がねたっぷり入ってるファンデーションなので、本当に肌がね疲れないし、見てこの仕上がりめっちゃ綺麗じゃない？ただなんかめっちゃ高カバーっていうわけじゃないけど、でも肌は綺麗に見えるし、このなんかその保湿感と、あとこの美容液のこのツヤ感でとっても肌は綺麗に見えます。でもちゃんと肌はなんかこう呼吸をしている感じだし、1日塗っててもマジで肌疲れないし、私マジファンデーションこれっぽしっかり使ってた。ただもうちょっとカバー力欲しいよっていう人とかは、まあ、同じ素肌系で言うとアディクションの方がおすすめで、アディクションでも物足りないなって思う人はカネボウがおすすめなんだけど、私はねこの素肌感というか、本当になんかスキンケアした肌みたいなこの感じがねすごい好きで、毎日これ使ってた。でなんかめっちゃ崩れたりとかもしないし、とにかくねこのなんか卵肌みたいなのができるのがもう虜よ。もう本当に大好き、マジでこれ一回使ってみてほしいって思うくらい本当に大好きなファンデーションで、まあ、ここ最近で好きなファンデーションで言うと、もう殿堂入りはディオールのプレステージの BB だったんですけど、ちょっと並んだなっていうくらい本当にいいの。しっかりねマットに仕上げたいとか、結構ファンデーションはカバーしたい派っていう方にはちょっと物足りなく感じちゃうかもしれないけど、私みたいに日中スキンケアしっかりしたいとか、綺麗なツヤ肌を作りたいとか、素肌感を出していきたいみたいな人には本当におすすめ。塗ると塗らないじゃ全然肌の仕上がりは違うんですけど、ちゃんと素肌感がある、なんか元からめっちゃ肌綺麗ですみたいな、こう張りのある綺麗なお肌ができるので、本当に一回使ってみてほしい。これはなんか今月ね結構殿堂入りコスメが多いんですよ。なかなか私殿堂入りなんてさせないんだけど、ベースアイテムがね本当に良かった。マジで今季このファンデーション買わずに何買うのってぐらい、私は一番推したいファンデーションが今これですね。ってぐらいマジで綺麗で、ちょっと言い訳というか言いたいことがあるんですけど、そう、私さ来月さめっちゃ推したいスキンケアのラインがあって、動画一本もう作ってんねんけど、それ使ってた時は本当に肌の調子良かったのね。で今もそれ使ってんねんけど、今月さピーチジョンの撮影があってめっちゃダイエットしててんな。でめっちゃ食事とかも気をつけてて、肌にもいい食事ばっかりとってたんだけど、ピーチジョンの撮影が終わって今週1週間チートウィークしてたんですよ。もう本当に好きなもの好きなだけ食べたの。小麦もいっぱい食べたし、ドーナツ食べてからケーキ食べたりとか、もう本当スナック菓子もめっちゃ食べたし、夜中にお菓子食べまくったりアイス食べまくったりとか、もう本当にこれでもかっていうぐらい好きなものだけを食べて過ごしてたら、まあ肌が荒れてニキビめっちゃできたりとかして、ちょっとそれのせいです。多分ね使ってる化粧品はねめっちゃいいんだけど、こんなに肌が荒れてるのはもう完全に食生活のせいなので、ちょっとそこは別で考えていただきたいから、来月おすすめしてるスキンケア見て、いや赤に肌荒れてたやんって思わんといて、これは完全に食生活やから、これだけは言い訳させてほしい。しかもまあめっちゃ好きなもの好きなだけ食べたら完全に太ったし、まあ幸せだったけどね、またこっから頑張ろうということで、ちょっと1週間リセットっていうことで好きなもの好きなだけ食べたら、まあこの前ダイエットの動画出したけど、もう肌も荒れたしジンマシンも止まらないしっていう感じで、やっぱり食生活って大事なんだなって気づいた、そんな1週間でした。けどねこのファンデーション塗ってたらなんか肌綺麗に見えるから、まあいいでしょうということで、ファンデーションはこんな感じ。はい、そしたら続いてパウダー紹介していきたいなと思うんですけど、パウダーもマジでおすすめなんですけど、これもよく出てきたよね。こちらスックのザルースパウダーです。もうこれちょっとでかすぎるっていうところは本当にちっちゃいバージョン出してほしいって思うんですけれども、ちょっと持ち運びにはマジで向いてない。まあ開けてみると、パフはねまずお布団みたいにこんなふかふかのパフ
がついてて、中はこんな感じのちょっとねピンクというかラベンダーというかそんな感じのカラーのパウダーになってます。でめちゃくちゃ粒子が細かい、しかもなんか肌に溶け込むパウダーなんですね。でなんかまあこういう大きいブラシで塗るのもおすすめなんだけど、サラサラに仕上げたい人はこういうので塗っていいと思うんだけど、私的にはこういうティッシュにこんな感じでちょっとパウダー取って、で、あ、これもお気に入りです。アディクションのこのスポンジ、もう最近何でもこのスポンジで塗っちゃうんだけど、このアディクションのスポンジ水で濡らしてるんですけど、これでちょんちょんちょんってパウダー取って、これで押さえていくっていう感じ。こうするとねメイク全然崩れないし、リキッドのねファンデーションとか、まあ、ベース系もそうなんだけど、このスポンジで塗ると摩擦も気にならないしメイク崩れ防げるのですっごいおすすめなんだけど、今これこっち半分だけ塗ってんけど、わかるかな、若干ねパウダーでトーンアップさせてくれるし、なんかこの色ムラみたいなのもなくなるし透明感出るんですよね。さっき言ったようにブラシで塗ったらサラサラには仕上がるんだけど、水で濡れてるスポンジで塗ると結構保湿感があるというか、乾燥肌の方とかこの塗り方がおすすめだし、このパウダー本当にねパウダーなのに肌が潤うんですよ。でめっちゃ肌綺麗に見えるし、やっぱちょっとお高いだけあるなっていう感じのパウダーですね。ベースの最後にこれ入れてあげるだけで肌のランクが上がるので、もうとにかくおすすめ。なんだかちょっと顔がくすむなっていう人とか、どんなパウダー使ってもなんか肌がカサカサしちゃうみたいな人は、これをね水で濡れたスポンジで塗ってみてください。めちゃくちゃいいから。ただもう本当にでかくて現場には持っていけないってぐらい、もうこれでほとんどポーチ埋まっちゃうから、そこだけマジで難点なんだけど、実際サイズ出たらもうマジで何個でも買おうわって感じやねんけど、もう最近のベースは割とこれが固定で、まあねいろいろ試さなきゃいけないからいろいろ使いはするんだけど、あんまりなんか今日冒険したくないなみたいな日は毎日これ使ってたし、あんまり何も考えないでメイクする日もこれ使ってた。もうね自然とこのね3つに手が伸びてしまうっていう感じ。ベースはこの3つに、まあ、コンシーラーは相変わらずディオールっていう感じで、最近はベースメイクを仕上げてたんですけど、ベースちょっといろいろ買い直したいなとか思ってる人はね、この3つ使うと私と同じこの肌になれる。あ、このニキビはいらないけどこの肌になれると思う。そう、最近のベースメイクはもうこんな感じで、まあ、テクニックとしてはまず絶対に水で濡れているスポンジ使うっていうことと、あとファンデーションはちょっと前よりは暗い色を選ぶっていう感じにしてんねんけど、まあ、アイテムはこれがおすすめっていう感じかな。固定でこれだけを使うみたいなことあんまりね、やっぱいろいろコスメ試さなあかんし、いろんなサンプルチェックとかもあったりするから本当にしないんですけど、今月はね基本的にこの3つを使い続けたなっていう感じでした。なんか今月ねそのドラマの撮影があったりとか、東京でのお仕事が多かったりとかで、結構ポーチをちゃんと持ち運ぶことが多かったんですよ。いつもはなんか現場でメイクするっていうよりお家でメイクしていくことが多いから、いろんなコスメ使いまくってんねんけど、今月結構ポーチで固定のコスメを持ち歩くことが多かったのね。でその中でずっとこれ使ってたっていう感じかな。メイク進めます。では続いてアイメイクに行きます。これはね新作じゃないんだけど、こちらローラメルシエのビューラーですね。まあ、私ビューラーといえば資生堂、最近だとリリミューっていう感じで結構固定なんですけど、ちょっと岡田さんに教えてもらったこのローラメルシエがめっちゃ良かった。前からいいって聞いてたから使いたいなと思っててんけど、いつ行ってもなかったんだよねそうだからなかなか買えなかったんですけど、やっとゲットできたのでちょっと紹介させてください。なんかねこれのすごいところはカーブがここ緩やかで、すごいこれがね目の形にフィットしてるっていうのと、このローラのビューラーは結構根元がねしっかり上がってくれます。マキアージュとかも結構カーブが緩やかで目にはフィットするんだけど、こっちのローラの方がなんかしっかりね根元をキャッチしてくれて、グイッとねまつげが上がってくれるので、ワイドだからなんか目尻とか目頭もしっかりキャッチできるし、すごいなんか理想のねまつげが作れます。しかもなんか直角にパキって上がらないのよ。ちゃんと根元上げてくれるけど直角じゃないところが好き。こんな感じ、綺麗じゃないカーブ。資生堂のビューラーとかだったらここがね一つなんですけど、ここなんか二重になってて、多分リリミューとかも二重になってたと思うんだけど、こういう二重になってるやつはしっかり力が込められて結構圧がかかるから、まつげ結構しっかり上がるなっていう印象で、まあビューラーね安く済ませたいよっていう人はもう資生堂が私は、まあ、日本人の目の形にもすごく合ってるからおすすめなんですけど、ちょっとお金かけてもいいよっていう人はね結構ローラおすすめかも。なんか割と私の理想のまつげができるビューラーでした。これだけちょっと新作じゃないです。
そしてアイシャドウ。アイシャドウこれはね、限界 OL メイク今月あげたので使ってたんですけど、こちら、スマイデルのテイラードカラーアイズの01番。みんな大好きみたいな、とっても使いやすいベージュのアイシャドウです。これはね、オフィスメイクとかに本当に持ってこいですよね。ちょっとおすすめの塗り方を今日は紹介します。まずここ。本当にメイク上手くなくてもこれだったら絶対に失敗しない。そんななんか安心感のあるアイシャドウっていう感じかな。しかも粉のね、質感がすっごく良くて、なんか柔らかい目に溶け込むような、そんな質感なんですよ。だからしっかりね、塗っても絶対に重ねても重ねても濃くなんないから、なんかアイシャドウ何塗っても濃くついて困ってますみたいな人もこれだったら絶対に失敗しない。メイク初心者さんにもすっごくおすすめやし、メイク上級者さん、いろんなメイク楽しんでますみたいな人にも、ちょっとこう初心に変えるじゃないけど、またベージュメイクとかブラウンメイクがこう楽しめる、そんなパレットになってると思います。私の最近の好きな塗り方は、上下同じカラーを塗ってあげて、なんかベージュでふんわりフレームを大きくさせます。ここのね、下のちょっと濃いめのブラウン、ここのブラウンを、これちょっとレイの時にね、メイクさんに教えてもらった塗り方やねんけど、黒目の上にだけね、このブラウンをちょっと濃くぽってりのせます。わかる？そうするとね、目の縦幅が出て目が丸く見えるのよね。なんか普段の塗り方たら結構まあいつもの感じでグラデーションつけたりすると思うんだけど、ちょっともうなんか毎日同じ塗り方飽きてきたなっていう人とか、ちょっとこの塗り方試してみて、なんかね、いつもと違う雰囲気になって可愛くなります。で、下にも同じカラーをこんな感じで黒目の下にだけ塗ると、縦に大きいお目目が作れるので、なんか目をまん丸に見せたい人とかはこのメイク結構おすすめ。私も目はね、どっちかっていうと横にでかい方だから縦が欲しいんですよ。だからこのメイクちょっと自分の理想の目に近づけるなっていうので最近よくやってる。で、同じカラーで涙袋も描いちゃいます。ナチュラルに使いたい人は普段通りグラデーションここ2色でやってあげるのがいいと思うねんけど、まあ、ちょっとこういうメイクの楽しみ方もあるし、もうちょっとキラキラさせれる人はこのラメ、結構繊細な綺麗なラメなので、まあ、最後ちょっと二重ラインの上とかにキラッとのせてあげると、まあベージュっぽい落ち着いたメイクだけど華やかにもなります。涙袋とか目頭にもね、このラメ入れてあげるのも可愛いと思う。なんか割と最近またピンクメイクが好きみたいな話を秋メイクの動画でしたと思うねんけど、やっぱこういうの使うとね、安定のブラウンの可愛さがときめくよね。っていう感じで最近こういうちょっとアイシャドウの塗り方にもハマってます。とっても可愛いの。もう誰が使っても絶対に失敗しないし、ブラウン系のアイシャドウ好きなら絶対にゲットしとくべきなカラーだと思うし、本当にね、スナイデルのこの色出しのうまさ、マジで感動っていう感じで、このスナイデルのアイシャドウは本当に粉質がめちゃくちゃいいので、ぜひ使ってほしいなって思う今月おすすめのアイシャドウですね。アイシャドウもすっごい色々出てるけど、やっぱなんだかんだこうブラウン系選んじゃいますよねそしたら続いて、これちょっと発売前なんだけど、この前も紹介したこのケイトの新しいマスカラ、ケイトカールアウェイキングマスカラの、私はブラックのカラーを使ってるんですけど、ブラウンのカラーもありました。このマスカラはすごいよ。で、これは来月発売のものなので、まだちょっと店頭には並んでないと思うねんけど、絶対に使ってほしいと思うマスカラなんで、ちょっと紹介させてください。なんかブラシがこっちとこっちでこの毛足の長さが違うんですけど、このブラシのおかげでマジで一本残らずまつげ塗れるので、そんなダマになったりするわけでもなく、すごい本当にね、自まつげが覚醒するっていう感じで、自分のまつげってこんなポテンシャル高かったんだみたいなまつげに仕上がるから、まあ、ちょっと見ててよ。そう、なんかブラシの向きをちょっとこう自分で調整して、目尻の方とかまでしっかり塗っていきます。長さも出るしボリュームも出るんだけど、ダマにならないこの自然な感じ、下まつげとかもなんかしっかり根元からね、どんな産毛もキャッチして塗れるの。ビフォーアフターで比べるとこんな感じ。すごくない？このボリュームの出方すごいよな。これマジでめちゃくちゃいいマスカラに出会えたって感じで、なんか私もう動画見てくれてる人わかると思うけど、結構マスカラ固定なんですよね。一番好きなのはごめんなさい B アイドルで、でその次によく使うのがミルクタッチのボリュームタイプ、お湯落ち選ぶならセザンヌみたいな感じ、あと本当に落としたくないならヒロインメイクっていう感じやねんけど、久々にその固定のマスカラ選抜の中にこれは入りましたね。なんかすっごいボリュームも長さも出るのに、確実にナチュラル
ラルなんですよね。自分が持ってるまつげの底上げをしてくれる、そんなマスカラです。で、こういうの欲しかったっていうマスカラ。普段はもう塗りきれない目尻の方とかの下まつげとか目頭の下まつげもちゃんとキャッチしてくれて、しかもそれがまぶたにつかないし、で、カールも1日キープされるし、にじんできたりとかもしないから、マジで何も悪いとこないって感じ。本当におすすめしたい。そんな一品でございます。ブラウンの方はちょっと赤茶系だったかな。私はまあ基本的にマスカラ黒系が好きなのでこれ使ってるんですけど、ブラウンが好きな人も使えると思う。このアイシャドウの塗り方とこのマスカラ使ったらアイラインなくてもめっちゃくっきりパッチリまん丸お目目ができるので、これもぜひ使ってみてほしいっていう感じでね。マスカラはねこれがすごい好きだった。今月いつもより少ないかもしれへんけど、その分マジで厳選したおすすめちゃんなので、ちょっとほんまにどれも自信あんねんけど、最後ちょっとリップ3つ紹介させてください。リップはですね、まずはこちら、これちょっとロフトの先行発売で買えたんですけど、キスのリップアロー。これもまあ TikTok とかショートで激推ししたので知ってる方多いと思うんだけど、開けてみるとこんな細いリップになってます。で、今もう唇乾燥して何も塗ってない状態なんですけど、まあ、まずね、このね、形が輪郭とかを取りやすくて塗りやすい。そう、カラーは本当は追加でね、買いたかってんけど、ちょっと買いに行く時間なくて、一生この赤色使ってんねんけど、なんか本当はもうちょっとナチュラルなカラーが欲しいんですけどね。このリップに買った当時、そんな期待してなかったんですよ、私。試しに買ってみよう、みたいな感じで一色だけ買ってんけど、なんか普段よく使うようなカラー買っても、お気に入りのリップ使っちゃうやろなと思ったから、ちょっと挑戦カラーの赤色を買ったんですけど、思いのほかこれ物が良すぎて、違う色欲しくなってんねんけど、まあ塗るとこんな感じで、めちゃくちゃ発色はいいです。とにかく色持ちがすごくて、まあ塗って、まあ、ティッシュオフすると、まあティッシュにはつくんですけど、こっちにめっちゃ色が残るのよ。割と何回ティッシュオフしても、まあ、薄くはなってくけど、まんべんなく取れる感じ。あとある程度ティッシュオフしたらもうこれがずっと定着しますね。こういう類のリップって乾燥するじゃないですか。これ乾燥しないし、マットでもなくツヤツヤでもないみたいな感じのリップやねんけど、ひび割れとかもあんましてこないし、あとそのこの類のリップのあるあるのなんか内側だけ取れるとか外側だけ取れるとかがなくて、取れるならちゃんとまんべんなく取れてくれるのもよくて、なんかさ、色持ちのいいリップ使ってて安心してたらさ、すっごいなんか外側だけ残って泥棒みたいになったりするやんか。それがね全然ない。もうとにかく色持ちが本当に良くて、最近なんかどのリップ使う時も下にこれ引いとけば唇に血色感残ってくれるから安心なんですよね。マジで良い。もっとバズっていいと思う。私はなんか最近で言うリップモンスターとか、もう一個のキスのあのリップアーマーとかより全然こっちの方が好きで、めちゃくちゃいいやんって、もっとバズった方がいいよって。まだ先行発売やから使ってる人少ないかもしれないけど、これはね絶対バズるべきコスメだと思いました。本当に綺麗に色が残ってくれる。おすすめです、これ。本当に早く他の色変えたい。でもなんか、この赤色もすごい可愛いですよね。で、クレンジング使うとちゃんと落ちてくれます。っていうのと、なんか全部系統が違うんだけど、もう一個おすすめはこちら。これもよくショートとかで出したんだけど、リリミューの新色のセンシュアルフィックスティントの08番ですね。ダティーローズヒップっていうカラーなんだけど、色がね、とにかく可愛い。めっちゃオシャレカラーじゃない？なんかピンクメイクするときはこれをよく使ってたんですけど、塗ると、まあ、桃自体はね、これ前からすごい好きなんだけど、すごい色がねおしゃかわで、なんかこの秋のトレンドのど真ん中カラーなのでよく使ってました。はい、こんな感じ。ちょっと今日の目元には合ってないけど、めっちゃお上品でおしゃれで可愛くないですか。さっきからドラマの話してんねんけど、その鈴木愛理ちゃん主演の推しが上司になりましてっていうドラマにね出るんですよ。10月から始まるドラマに。私はね後半の方にゲスト出演で出るんで前半の方は出てこないんですけど、なんか私の役がちょっと令嬢の役だったんですよ。だからちょっとなんか令嬢っぽい感じのリップ持ってこうと思ってドラマの現場に持ってってたのがこのリップでした。だからまあドラマ見てリップ気になるなっていう方これなのでよかったら真似してください。私ドラマでのさ3年ぶりとかにさ3年ぶりとかにちゃんと演技してさ、大丈夫やったんかな私の演技。もう見てないから分からないけど、怖いねんけど、最近もう得意なことでしか仕事してきてないからさ、あんまり緊張するとかなかったんけど、久々に自信のないことやってめちゃくちゃ緊張した。なんかドラマとかってさ、それこそちゃんと演技教えてもらったこともないしさ、性格が分かんないんだよね。ほんまに私ですかって何回も確認したもん
ということで、まあ、放送は10月からなのでよかったら見てください。で、最後、リップ。もう一個お気に入りがこちら。フジコのプランピーリップの03番のカラーです。このプランピーリップ私大好きなんですけど、それの新色ですね。そう、最近はピンクメイクも好きだし、やっぱこういう色使うとブラウンメイク楽しいなって思っちゃうんだけど、カラーはね、こんな感じ。めっちゃオシャレじゃないですか。このプランピーリップは、カッサカサの唇に塗っても、なんか潤うし、縦じわとかなくなるし、オシャレな色なんだけど、ちゃんと透け感があるっていうところも好きやし、なんか一本でね、チュルンとツヤのある唇に仕上げてくれるもの自体がすごい好きなんですよ。ただその上半期ね出た時に新商品だったから結構王道なね2色しかなくて、おしゃれカラーっていうより王道な2色が出てたっていう印象やねんけど、今回この秋の新色でめちゃくちゃおしゃれな好みど真ん中みたいな色出ちゃって、もう一個の色もすごい可愛いんだけど、私はこっちの03番の方が特にお気に入りでめっちゃ使ってます。最近絶対カバンに入ってる。可愛くないですか？一本でこのさ、反射するようなこのツヤが出るのが天才ですよね。可愛い。最近はこれが一番使用頻度高いかなっていうのでよく使っております。なんか前髪がさ、なんか伸びてさ、どうしたらいいかわかんないから結構オールバックとかしちゃうことが多いんですけど、最近なんかそうするとメイクの雰囲気変わるやんか。こういう色使うとね、結構引き締まっていいですよね。私最近割と目元より唇主役のメイクにハマってますっていう感じで、今月のお気に入り以上になります。ちょっと少なめだったんですけど、いろいろ買いまくってで気に入ったのがこれだったっていう感じなので、なんか私の動画見てまだお買い物悩んでる方、今日紹介したやつ買っていただくとまあ間違いないかなっていう感じなので、ぜひね真似してくれると嬉しいなと思います。あーテイク2だったけど私頑張ったよね。何時？もう12時半過ぎちゃったよ。ということで今からお風呂に入りたいと思う。明日はねお休みなんですけど、朝からピラティス入れちゃったから早起きなんですよ。今からお風呂入って2時ぐらいまでには寝たいなと思います。そうだ、今月は大阪で自分がやってるアクセサリーブランドナンシェリオのポップアップもあって、そう今日つけてるねこのピアスとこのパールのネックレス、これがね結構中でも人気の商品でした。やっぱアンシェリオンのお客様はパール好きの方がすごく多くて、そうなんか私もオリジナルデザイン結構パールのもの作ったりとかしてるので、ぜひオンラインチェックしてほしいなって思います。あとアカリフェスミニの詳細も出たので、あの下の概要欄に貼っておくので、そこでもアンシェリオンのアクセサリー買っていただけるので、よかったら遊びに来てください。久しぶりにね、ファンの皆さんに会えるイベントも今月はあって、すごく元気もらいました。楽しかった。なんかこの話よくしてるけどさ、NMB の頃は本当に毎週のように握手会があって、毎週ファンの人に会えてたから、そう、でもなんか卒業してなかなかそんなね、頻繁には会えなくなっちゃって、寂しいなって思うんだけど、やっぱり会って実際に話すとすごい元気ももらえるし、なんかこうやって一人で動画撮ってたらなかなかね、なんかこう、後々しかコメントも読めないし、こう生の声って聞けないから、ちょっと寂しいんですけど、やっぱ実際にお会いしていろんな言葉いただくと、あ、今日まで頑張っててよかったなとか本当に思うし、あ、この仕事しててよかったなってマジで思ってます。ってぐらいやっぱ皆さんのねパワーっていうのは本当に私にとってでかいなって久しぶりに実際にお会いして思えた。でも今年は結構まだイベントたくさんある予定なので、よかったらなんかの機会に会いに来てくれると嬉しいですっていう感じで、9月のお気に入りいかがだったでしょうか。この動画が良かったなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。全然余談やねんけど、マジで今日私メイク落とすの次で3回目マジで肌かわいそうでも撮れて良かった。頑張った私。今日もみんなも頑張ってて偉い。10月からも頑張りましょう。バイバイ。